すごい。てか目だけじゃないんだけど、体がキラキラだから早くお風呂に入って、お風呂に入ってこのキラキラを落とさないと、お洋服と自分のお家がキラキラまみれになってしまう。キラキラ。いやセレモニーの方も今日夜やらせていただいて、ドレスがもうえぐいぐらい可愛かった。私がこんなの着たいなっていうものをおされ様がこういい感じに作ってくださり、本当？あーよかった嬉しい。思いを届けってなんか来たありがとう。もう1回目のリハからずっと泣いてる。でも無理、なんか曲がやばいよね流れ星に何を願えばいいのだろうというミーヨンさんキャプテンの曲と総監督とキャプテンズで5人で書いていただいた、歌わせてもらってた曲があるんだけど、それがいいなと思ってそれにしましたそうなの、あのまだ卒業したわけじゃなくて、全体でこう皆さんにセレモニーという形で見守っていただき、ちゃんと卒業公演でもそこで4月4日に卒業という感じ。メイクはもうそのまま帰ってきた。いやもう泣いたしさ、花粉症てかすごいキラキラ、そういえばそうだった。伝わる？伝わんないね。あー伝わるんじゃない？もう私の上半身も全部これなのよ今。やばいよね見えた？あ、座った？顔も実はちょっとこの照明的にわかんないよね。伝われ。あー見て見て、ほら顔がもう全部全部これなの今私。ここもあのオフショルの感じでこの辺出てたんだけどメイクさんがすごいいっぱいキラキラつけてくれて、やばいの。だからこれさ、ほんとこれ単体で洗わないとさ、キラキラが他のものに移ってしまいそう。やばいな、部屋がやばい。これは大きいなんかパールとかつけてくれた。いやーずっともうリハの時無理だった、ずっと泣いてた私。何かで気持ちをごまかさないともうダメだったね。ゆいゆい見ると泣いちゃうよね。なんか一回大丈夫、あなんかいけるなと思った時リハあったけど、逆になんかいつも私が勝手に泣いてたけど、私が大丈夫だった時なんかえってもしかしてみたいな顔になってる時、でもそれでつられて泣いてたりとかも一生泣いてるそうだったの。ずっと目が赤い、もういろんな瞬間でさ、あーダメだ今泣いたらやばいみたいなのがオープニングからずっとあったから、ずっと目が潤んでる。なんかさ、私さ、私たちもうそのアンコールとか出てないのね。もうありがとうって言ってセレモニーで最後リフターなんかウィーンってなんか上がっ、見た人はわかると思うんだけど、こう上がったりなんか下がったりステージがそういうのがあって、私たちはもうねバイバーイって言ってそのリフターに下がって
さよならしたんだけど、その後知らなくて何が起きたか、発表とかあったでしょ。でイヤモニとかも全部外しちゃってたから、ステージ離れちゃってて、もうなんか発表あったの？何があったの？全く聞こえなかったけど、何か発表されてるっぽいみたいな、いろいろなんかご挨拶とかしてたりしてて全く分かんなかった。劇場リニューアル、本当に？場所は一緒で？リニューアル？老朽化的な話？なんでだろう。ごめんなさいね、その成り行きとかが全く分からない。3ヶ月劇場入れない、柱がなくなる。でもそれは建物全体の構造的に無理なんじゃない？全国出張、あ、いろんなその劇場に48系の、あと昇格の時もなんか発表あったっぽかったけど、映像でダンダンって感じで読み上げられてたわけじゃなかったから、それは聞こえてたけど、何が発表されてるのか全くわからないで、そのまま客席にダーンって言ってたから、なんか今日出演してたはずなのに、なんか何が起きてるのか全くついていけてなかった。研究生もツアーやって、でもなんかドラマとかもなんか言ってなかった？確かにもう蚊帳の外でまぶたみたいな。いやでも、まあそれってかもうコンサートなで、この準備期間からもうなんかもうその感じはあったよね。ドラマ、テレ東でドラマ、おーすごい、それがあれだったのか。そうなの、みんな7月クールか。あ、じゃあもうさ、もう撮り始めないとだよね。じゃあめっちゃみんなこれからも忙しいね。で、私まだ卒業してないよ。今日はそのセレモニーをやらせていただきましたが、貴重なお時間をすいませんね、KB のライブなのに。リップグロスとか出てないですね。中盤の曲とかもオープニングとか出てたけど、結構出てない曲はありましたね。途中からしれっとニュンっつって、 MC 始まった時とかニュンって参加してたし、フライングは昨日は行ったんだけど、今日はそう、もう夜にもうドレスを着るあれがあったので、そこの辺から準備をしてたので、3、4曲前とかから、だからもうそれは昼夜共通でってことになって、そこは出てなくて。思ったのに、練り歩きしてたらいきなり目の前にユキリンさんが現れて、えっとびっくりした。かわいい。そんなありがとう。でも私たちもともと、そうなんですよ、このコンサート本当は出演じゃなかったんだけど、こんな機会を設けていただいたから、もう本当この時間だけで本当に本当にとっても幸せなんだよ、私たちは。そう、オープニングのあの素敵な映像にもいてでもやっぱそこに選抜メンバーのっていうところで私がいないってことだったりとか、選抜の曲を、今の選抜のメンバーが、私がいた曲とかリップグロスとかさ、いつもだったら自分がこういた場所とかも、あれはでもまあ初めて味わう、こうなんて言うんだろう、卒業するからなんか悔しいとかじゃないんだけど、もちろん、いやこれが AKB だってすごい思ったちゃんと自分の選抜曲
やってるのに自分のポジションでやらないっていうのがね、なんか何とも言えない感情だったな。いるんだけどなって入らないんだっていう。まあそれはね、これからやっていくこの新しいシングルのね、選抜メンバー中心となってっていうのもそうなんだけどね。だしきっと今までもさ、先輩たちもこういう思いってたくさん、まあ、それはまだね、またちょっと違うあれだったりするかもなんだけど、ね、でもきっとこれがね、自分は卒業発表してないし、これからもやってくってので、そういうことが起きたらもう死んじゃってたと思うけどまあね、こういう形であのこのコンサートにも参加させていただいて、ちゃっかりあの新曲のお衣装とか、もうこのコンサートでしか着ないっていう新しいね衣装とかも作ってもらえて幸せでした。そうだね、コンサートのリハはないね、もうこれからね。まあでもでもやることはまだまだたくさんありますね。ねえ、新曲めっちゃ難しそう。あれ、あんなのはもうダンス曲ですよ無理難しそう。ここだけできる、チュ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 、それが無理、わかんないもん、細かくて。なんか歩いてるとこも可愛いよね、サビ。チュ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 、やばい。私と代理とコミさん以外もみんなできるからね、この曲。そこだけ書いてあれた結構難しい。え、もう終わっちゃう、あららら。ら、いや本当にもっと話、もうミラモンも今日最後だったんですよ、私。今日放送されたものが、私はミラモン最後で卒業させていただきました、ミラモンの方も。はい、やばい、ちょっと言わないといけないことたくさんあるんだけど。あ、シュプレ出るねひとまずはありがとうございました。セレモニーもコンサートの方も、最後コンサートも出ることができて楽しかったし幸せでした。ありがとう。いや、キラキラ落とします。私はまず明日も結構やることたくさんなので準備します。言っていろいろ更新してると思うけど、ほんとこのキラキラかわいい。あ、ほら伝わる、すごいキラキラだね。このキラキラを伝えたい、残したいおやすみ。